アムステルダム・ブリュッセル・パリ・ダブリン・リスボン・オスロ・ミラノ、ユーロネクスト運営の証券取引所、所在都市ユーロネクストは、パリ、アムステルダム・ブリュッセル・ダブリン・リスボン・オスロ・ミラノにある各証券取引所の運営及び関連する金融サービスの提供を行う企業。本社機能はアムステルダムとパリに置かれ、株式上場はユーロネクスト・パリに行っている。 アムステルダムの本社2000年9月にアムステルダム証券取引所、ブリュッセル証券取引所、パリ証券取引所の3つの証券取引所が経営統合し、設立。設立の目的は、現物取引及び派生商品取引のシステムを統合することによって、クロスボーダー取引を容易にして、 三取引所から注文を一箇所に集めることによって流動性の向上を図ることにあるとされた。経営統合後、三つの証券取引所はそれぞれ、ユーロネクストアムステルダム、ユーロネクストブリュッセル、ユーロネクストパリと呼ばれるようになった。さらに、2002年には、ポルトガルのリスボン証券取引所とロンドン国際、金融先物取引所が加入。リスボン証券取引所は、 ユーロネクストリスボンと名称が変更された。2006年6月1日、ニューヨーク証券取引所の運営企業である NYSE グループとの経営統合が発表され、2007年4月4日に統合企業である NYSE ユーロネクストの参加となったが、2012年12月、アメリカ・アトランタに本拠を置くインターコンチエクスチェンジ・インクが同社を買収し2013年に、 NYSE ユーロネクストは消滅2014年6月アイスのユーロネクスト売却に伴いユーロネクストは公開企業となりユーロネクストパリに株式を上場した2018年3月アイルランド証券取引所の買収を完了しユーロネクストダブリンと名称が変更された2019年6月オスロ証券取引所及び 関連企業の買収を完了し、子会社化した。2021年4月、イタリア証券取引所及び、関連企業の買収を完了し、子会社化した。ユーロネクストの提供する金融商品の売買は、アメリカ合衆国の顧客が4割以上を占めており、このほかフランス、オランダ、イギリス、スイスなどが上位となっている。拠点としては、運営する5つの証券取引所のほか ロンドンやフランクフルトを含むヨーロッパ諸国、ニューヨークやシンガポール、香港にオフィスを持つ。ありがとうございます。